1955年竹次郎と松次郎文化勲章授与式、前列右側が大谷竹次郎は、兄の白井松次郎と共に松竹を創業した、日本の実業家。京都三条柳の番場の生まれ。父、大谷栄吉、母、下。創成時の兄が、白井松次郎。実父栄吉は、相撲の興行師で、妻に水場の経営をさせていた。女性が、後の松竹社長、木戸四郎。劇場の売店経営から、劇場経営へ進出。1895年に、大谷竹次郎が、京都堺座を買収し、その興行師となる。1902年、京都新京極通りに、明治座を開設した。1905年に、兄と共に、大阪市南区、吉原町に、松竹合名会社を設立。後に、東京新富座買収によって、東京に進出して、以降は、竹次郎が関東、松次郎が関西を受け持った。東京の多くの劇場の経営権を握り、1914年に歌舞伎座の社長に就任。1920年2月、松竹キネマ合名会社を設立し、映画界にも進出した。関東大震災の際、松竹は東京、横浜の劇場、映画館のうち22館を焼失した。歌舞伎座は1921年の火災で再建途中だったところを震災にあった。松竹キネマは1931年に日本初の本格的TOC、マダムと女房を上映、小林十三の東宝と勢力を2分した。1937年、松竹社長に就任。第二次世界大戦後の1955年に歌舞伎の伝承発展への貢献を認められ、文化勲章を受章した。1967年の春の叙勲では、勲一等随褒章を受章した。1969年東京三田の自宅で死去。享年92。富山県小矢部市出身の実業家、大谷米太郎の実弟にも、同姓同名の実業家、大谷竹次郎がいるが、全くの別人である。なお、松竹の大谷竹次郎は、昭和初期に浅草公園6区工業街の劇場をことごとく買収、または新規開業させ、同地区の交流に一役買った。昭和50年代に入り同地区が社用化した際、松竹が撤退して入れ替わりにTOCが進出した。このTOCのオーナーも大谷姓であり、創業者は大谷米太郎。つまり、もう一人の大谷竹次郎が関係する会社である。また、兵庫県西宮市にある、西宮市大谷記念美術館となっている邸宅と、美術品コレクションを寄贈した大谷竹次郎は、昭和電局創業者の別人である。ありがとうございます。